ルカチャンネルのショーです。今回の動画なんですけど、こないだレンタルで借りましたワイマックス、あれのですね、返却期限がやってきたので今日送ろうかと思ってます。もう言ってると黒猫大和が来ると思うので、ちゃちゃっと動画を撮ってですね、渡したいと思います。お世話になっていたワイマックスですね。トライワイマックス。アンテナがですね、結局2本しか最大でも立ちませんでした。ここ、わかるかな？ 1 個2個って。これが本当は上まであってもいいんですけど、2本が最高でした、うちでは。で、この約2週間。使ってみての感想なんですけど、複数台をこれにつなげちゃうと一個一個がめちゃくちゃ遅くなりました。まあ時間帯にもよるんですけど、やっぱり夕方から夜ですねにかけては全体のスピードが遅かったです。1台であればですね、そこまではないんですけど、同時にパソコンもとかスマホもとかってやっていたら結構時間かかりましたね。今ですね、スマホの速度測ってみたんですよ。今朝の何時だ、朝の8時前なんですけど、測ってみたらですね、一番速度が速かったです。この一番上に書いている数字ですね、これがさっき測ったばっかりなんですよ。下りが43、上りが 0.89 かな。いろいろとやってたんですけど、初日ですね、この一番下ですね、ここの初っ端でさえ 20% ちょっとだったんですけど、あとはですね、もう時間によってはそれより全然少なくて、本当にこれ使えるのかなって思ってたんですけど、さっきやったら本当この数字が出たんでびっくりでした。エルカチャンネル。使えないわけではないんですけど、住んでる場所によってはですね、こっちのホームルーターの方が役に立つ場合も出てくるんじゃないかなと思います。光がですね、家に来ているところはですね、もう光の方が間違いないと思うんですけど、これはこれでありだと思います。なんと言ってもですね、もうコンセントにつなぐだけっていうのが本当簡単でいいなと思います。それとですね、ネットでこの機械をですね、何か面白いことはないかなと思って見てる時にですね、車の中でこれが使えるっていうちょっと裏技っぽいのがあったんですよ。まあ裏技ってわけでもないんですけど、シガーソケットのところにですね、要は家庭用のコンセントが使える機械があるんですけど、それを挿してからこのホームルーターのコンセントを挿すと車の中で使えるって。車の中のはちょっとできなかったんですけど、今度実際に自分でこのレンタルではなく、ものがちゃんと自分で契約した時にですね、やってみようかなと思ってます。それだったらポケット Wi-Fi でもいいんじゃないかって思われるかもしれないんですけど、ポケット Wi-Fi は結局充電じゃないですか。なので充電が切れてしまったら意味がないので、これであればですね、充電が切れるってことはないのでいいかなと思って、レンタルしてよかったと思ってます。速度的にですね、光を使ってた方からするとですね、まあ俺もそうなんですけど、ちょっと遅いなとは思いました。それでもですね、使い勝手はいいかなと今思ってるので、本当これおすすめしたいと思います。エルカチャンネル。片付けていくんですけど、コンセントを抜くだけです。これで終わり。もう電源切れたし、さあこれであとは片付けましょう。では届いた時の段ボールの中にですね、
綺麗に戻していきたいと思います。まずは箱の中にホームルーターの本体、そしてコンセント、LANケーブル、あ、危ない危ない、本体の中に入れてた SIM カードも一回これは取り出しますと、取扱説明書、本体説明書、充電器、ケーブル、これに SIM カード、 OK、 OK です。戻したら中に入れて、これも一緒に入れて、とこのを間に置いて、さあガムテープ、よし、そしてこれを上に貼って完成ということで、今回は UQ WiMAX ホームルーターのレンタルしてみてのレビューでした。悪いわけじゃなかったっすね。良かったと思う方が強いです。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。